はい、どうもシュウティビです。どうもジェプネです。どうもです。お願いします。それで緊急って言うんですけど、久しぶりにコラボなんですけど、この間僕ドッキリね、ドッキリしたんですけど、ちょっとまたちょっとやろうかなってことで、良平にドッキリ仕掛けます。お願いします。はい、はい、というわけで、良平っていつもネガティブ発言が多いんですよ。ありますね、撮影中に。いつも飽きてるんですけど、無視してますよ、ほとんど、で、今回、またネガティブ発言を多分すると思うんで、何回するかちょっと数えてきます。1本の動画の中で、まあ、それは、まあ、ダリーとかアチーとか、そっちもダリーとか無理っすとか、これきついっす、無理っす。分かりました、分かりました。ネガティブ発言したら数えていきます。じゃあ、そうしましょう。一番近かった人が勝ち。100以上いきます、僕は。100以上ですか。結構どうなんですか、その無茶ぶりはしていく感じですか。その言わす感じの。いや、そんなことない。普通に通りして、8で。8個。12で100以上言います。ってことはもうあれですよね。8と12でしょ。 OK です。じゃあそれでいきましょう。いきましょう。なんかの動画でフルで回していきましょう。回していきます。 OK です。いきます。ゴー。はい、どうも、シュウティビです。はい、了解です。おはようございます。企画がいろいろ終わって、撮影、今コラボじゃないですか。はい、終わったんで、ちょっと何かやろうかなってことで、で、100本ノックですね。言ってんね、自分で100本ノック。あ、まあもう言われたらやるしかないんで、どうにかします。大丈夫っしょ。わかんないですけど、まあ大丈夫じゃないですか。でも学生の頃やってなかった。やっぱ一回もやったことないです。全部逃げてました、今回はいい助っ人がいるんでね。はい、ノッカーの助っ人がいるんで、司さんに100本ノックやってもらって、はい、で、カメラ葵さん、はい、翔平もカメラ、はい、ってことで、両平の100本ノックの姿をノーカットで、ノーカット、方法ノーカットで100本ノーカットでいきます。まあ数数えようかな、したら、はい、10本ついきます。10本を10回です。はい、大丈夫ですか。はい、意気込みは。まあ、なる早で終わらせられるよう頑張ります。なんかあるんですか、予定が。なる早っていうの。この後ちょっとケツカッチンなんで。そうなの。1時間20分あるけど。まあ、だそれまでには終わらせられるように。1時間20分だから大丈夫、終わる。100本、はい、で、エラーしたらやり直しですよ。1からですか。1から1から。じゃあ終わんねえっすね。はい、それではやっていきましょう。ゴー。今日近だるそうだな、全部だるそうに発する。これ企画室の12回行ったら終わりする。そうだ、それで後ろの方がいい。いろいろアドバイスしたい。意気込みを。意気込みは準備はいいですか。大丈夫です。どういかします。一回じゃあ叫んでスタートしましょう。はい、ゴー。よっしゃ。あ、ごめん、言い忘れました。早急までなんで、今いるところから下がったらアウトす。ちゃんと前でステップして投げなきゃいけません。足を使うこと。はい、ゴー。はい、行こう。拗ねてんな、なんか。なんか拗ねてねえか、大丈夫。はい、いいね、うまい。よしよしよし、上がってきたか。3球目で上がってきてるよ。はいよ。うまい、よっしゃ。うまい、よっしゃ。いいプレー、いいプレー。大丈夫か、やらされてねえか。はい、オッケー。いいよいいよ、よっしゃ。いたよいたよいたよ。アイドルするんですよ、アイドルに。オッケー。よしよしよし、守備力上げてこう、守備力。いいよ。あと、あー惜しい。はい、力いこう。力いこう。これ逆に終了早く。はい、注意。ゲイ。まあ難しい打球ではない。さあ、こうだんだん両辺上手くなっていくから、だんだんね。そう。はい。足。元気元気元気なる。元気ある。だって。オッケーオッケー、いいねいいね。あ、しごいて前で、前でて。あ、いいリズム。いいよ、リズム掴んできた。いいよいいよいいよ。足止まってますよ、ゼロになっちゃうよ。足、いい、
はい、3本目。もういい。おっと、今守り入ったんか。はい、よあ、もう同じね。これ10いったらトレーダーですよね。もう落ちないんですよね。一回10のステージ登っちゃえば。はい、はい、ちゃんとステップして、投球して。はい、おっしゃい。よっしゃ、あぶねえ、あぶねえ。足使って、足使って、あ、いいね、いいね、足使って、お前、よっしゃー、オッケーオッケーオッケー、はい、よっきめ、ほい、よっしゃー、よっしゃー、はい、5球目、よっしゃここで一旦休憩、ゴールのコーナー。疲れます。どう？やばいっす、暑いっす。いや、惜しかったんだけどなー。バーカ楽しいっすね、でも。楽しいっす。おー、素晴らしいぞ。言っとくけど、これ川口からと群馬から来てるからね。分かってる、はい、両平さん、その辺分かってる。分かってる。両平のためにも3人動いてんだね、はい、これ気合入れてもらわないと。両平さんが勝てるんだよな、って感じ。あっ、もういい、よっしゃ、決め。ああ、いいよ。あら、はい。よっしゃ、いいよ。はい、しっかり。よっしゃ、いいね。いいよ。決め。はい。よっしゃ。もう決め。はい。よっしゃ、よっしゃ。もう決め。はい。さあ、意識は一塁送球でやる。へえ、はい、せーい、せーい、うまくなってるよ、うまくなってる、確実に。腰上がってるよ。10球目。あ、10球さあ、10球終わってどうですか。楽しいっす。楽しいっすか。じゃあ、大井カメラにも一言。楽しいっす。楽しいっすか。はい、マジっすか。いいダイエットになると思ってます。あ、今減量中っすもんね。そうっす。やらされる練習は良くないですからね。皆さんは、はい、じゃあ、ちょっとまだ休んでもいいんで、あ、いいっす、大丈夫。あの、両親さん叫んだら行きます。早いな、早いな。はい、行きます。さあ、足使って、おっしゃおっしゃおっしゃ、オッケー。よし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 よ必殺抱え込み。両方が甘くなってる。粘りも来てる。はい、17。はい。はい。はい、18。はい、いける。あ、あ。いやー。また行ったら勝ち負けなかったっけ。また行きます。惜しかった。顔が最初に嬉しそうだ。今のはどうすか、翔平さん。今のはどうすかね。選んだ、選んだ。お、自分が、自分から来ました。はい、11球目。はい、決め。10球目。はい。よっしゃ、いい、いい。粘りが出てきてるよ。出てきてる。はい、12球目。グラブしてから。これが足使って。よっしゃ。
イージーラッキー。おーっ、いいねいいね、スイスイ動きいいよ、下から下から下から。17の壁、そこがこの間、そこのゾーン、どうすか、水温計をすか、いいよ今の気合の声がもったいなかった今貴重な、なかなかうまくいかない、どうすか、いや惜しかったな、どうすかレオリさん、いや楽しいですよ、楽しいですか、でもやっぱこうやってねやるところで粘りとかがね、うん、生まれてくるんでね、だって1球目よりも今のがそう顔が笑ってますもんね、いや多分この後はうまい酒が飲めると思うんで頑張れるなって、甘いらしいから、はい、おいしいハイボールください、はいよ、ウイスキーがお好きでしょ、はい下からいいね、下から下から、うまい、下から下から、オッケーオッケーオッケー、グラブした、グラブした、下つける、下つける、下、いいね今の、はい16、はい16、18、はい、19、うっ、どこか、うわぁ、待つね、はい、20、うっ、うわぁ、いいプレーきた、いいプレーきた、いいプレーきた、ですね、タイム、ノッカー交代、の交代です、ノッカー多い、いいっすか、カメラ使うさ、さあどうすか、いやいい感じに痩せてるなって感じがしますね、そんなすぐやってもらえ、でもこれで疲れるじゃないですか、食欲なくなるじゃないですか、水しか飲まないじゃないですか、そしたら痩せるじゃないですか、酒飲まないな今日は、酒飲めない、酒は水だと思ってね僕、いやでもウイスキーの流れ良かったんだけどな、ねえ調子乗ったからいいかな、さあ声も出てきたよ、はい、あー朝日が家で冷えてる、はよ、いいね、おっしゃー、いいね、安定してきた、もっとリズムだからな、うん、はい、下から、おい、おっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、投球目、よっしゃ、今いい、はい、下から、よっしゃ、グラブ下から、食べて、おい、いいグラブしたから、いいよ、はい、グラブしたから、いいね、39ね、お、39、いいね、来た来た来た、おい、まあまあ、もうラスト、どうすか、ちょっと待ってください、頭回ってるからちょっと待ってください、あ、ここでいいかな、はい、 いや、 やめましょうよ、カン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 、てってりー、終了、いや、わかりました、じゃあここで終わりでいいんで、どうしたらいいですか、で、いや、ちょっと時間が、あ、そっか、うん、どうですか、いや、正直なんですけど、やっぱりいつ倒れておかしくないですか、何の気ですか、多分、急に言われたからまた何かあるんだろうなっていうの分かってたんですけど、いや、
そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。弱音吐かないみたいな感じ。惜しいな、惜しいな。なんだ、やる気がないっすね。もう一発目の撮影の前から考えてみるといいかもしれないですね。サボらない。違います、外れます。楽しない。違います。答えは、一つの撮影中に良平さんが弱音を吐く回数を当てろ。なるほど。ちなみに誰が当たってると思いますか？3人が予想したんですよ、数を。いや、大井さんが当たっててほしいです。大井さんじゃない、翔平さんが当たっててほしいです。ああ、当たってると思うよ。実際は大体出てますよね、あのカウンター出してください。そうだね、はい、じゃあ、自分の予想8。12です。100多分それぐらいだろうなって。はい、OK です。はい、OK です。そんな感じでした。そんな感じでした。いい酒が飲めそうです、今日は。でもこれいい、あれですよ、陽平さんが途中からいいこと言ってたじゃないですか、うんうん、だからもうこれ動画として成立なんですよ。そう陽平さんがプラス思考になっていくっていう。そう、はい、そこが今回の企画の、はい、そうあれは最初の最終的な、そうゴールはそこです。ただ最終的にゴールお酒でいいのかって話ですから。1セット目と多分最終のもう動きが全然違う、ね、そう。まあ、だって弱かったね。声の出し方もなんかもう、そうもうその辺そう粘りもあったし。でもまあ分かると思うけど、こういうことを言うってことは、その良平のネガティブっていうのは動画的にちょっとね、あれなわけですよ。動画に頼まれまして、結局そういうネガティブなところがあると撮影する雰囲気とかもあるし、ね、良平自身のさ、人的な人というところも関係してくるんで、3人でちょっと協力してもらって大成功じゃないですか。やりましたね、はい、大成功。そう、結果良平が自分でこうプラス思考になってやったから、最高の流れ。そう、俺何回も昨日電話でね、ポジティブ足りないって言ってたんだよ。流行りのポジティブ大事ですからね。大事、うん、はい。なんでポジティブを持って今後撮影だったり YouTube 活動やってほしいなっていうところで、うん、はい、今回その企画を練っておりました、うん、今日はいい日っすね、うん、いいっすね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、いや本当に皆さんありがとうございます。翔平さんから悩みは来てましたよ。そうお前の思考だけどなんとかなんないかみたいな。そう、マイナス思考を変えるには、うん、ネガティブですか？いや、大変さはポジティブになりました。ポジティブ療法ですか？すねこれマジ動画とか見てますからね、このみんなやっぱ見てますから、はい、グローブ処理だけじゃダメだぞ、ダメだぞとダメっすよと。ダメっす。はい、じゃあスイム取ってください。はい、よいしょ。プレゼント企画開始しまーす。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうってことで、はい、もうあげちゃいます。まずはモンスターさん、おめでとうございます。おめでとうございます。2000年もとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ。1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はい、たくさんのコメントして、ご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ベタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんのゲンダモデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、ゲンダグローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に横から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、パワー自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは
がとうございました。切るのさ磨き抜いた綺麗